マススペクトルの一例。横軸が m/z、縦軸が相対イオン強度である。質量分析系の一例。質量分析法、あるいは質量同士が会合した会合イオンなどが生成する。また、通常では分子は同位体を含んでおり、それぞれのピークはこれに由来する分子固有の分布をもって現れる。マススペクトルはこれらの情報がすべて含まれているため、場合によってはかなり複雑なスペクトルとなる。したがって、未知物質のマススペクトルを帰属することは容易ではない。逆に、この豊富な情報量は、基地物質の動定や未知物質の構造決定には、極めて強力な手段となるため、有機化学や生化学の分野で非常に多用され、また重要な分析法となっている。詳細は、EN、ヒストリー・オブ・マス・スペドラマトリを、参照1886年、オイゲン・ゴルトシュタインは、低圧力下でのガス放電において、陽極から穴の開いた陰極のチャネルを通って離れていく線を観察した。これは、陰極から陽極へ移動する負に過電した陰極線と逆方向である。ゴルトシュタインは、これらの正に過電した陽極線をコンルストロランと呼んだ。ヴィルヘルム・ビーンは強力な電場あるいは磁場がカナル線を変更させることを発見し、1899年、陽極線を質量電荷比に応じて分離させる平行電場及び磁場を持つ装置を組み立てた。ビーンは質量電荷比が放電管内のガスの性質に依存することを発見した。イングランドの科学者 J.J. トムソンは後にビーンの仕事を改良し、圧力を減らすことで質量スペクトルグラフを作り出した。質量分析法の現代的な技法のいくつかはアーサー・ジェフリー・ダンプスター及びカイ・W・アストンによってそれぞれ1918年及び1919年に考案された。1989年のノーベル物理学賞は1950年代及び1960年代のイオントラップ法の開発の業績によってハンス・デーメルト及びボルフガング・パウルが受賞した。2002年のノーベル化学賞はエレクトロスプレイイオン化法の開発の業績によってジョン・フェン、ソフトレーザー脱離法の開発によって田中光一が受賞した。初期の質量分析系のレプリカ質量分析機の模式図、資料導入部及びイオン源、分析部、イオン検出部、データ処理部からなる。質量分析のための機器を質量分析装置と呼び、質量分析系と質量分析機がある。資料導入部、イオン源、分析部、イオン検出部そしてデータ処理部から構成される。資料を装置内に導入する部位。資料が気体、または揮発性物質であるか、あるいは液体、固体もしくは非揮発性物質であるかにより、導入法は異なる。また、質量分析系を高速液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィー、キャピラリー電気泳動に直結し、移動床を導入することも可能である及び、GC、MS、CE-MS と略称される。処理効率が問題となる場合には、資料導入をオートメーション化するためにオートサンプラーと組み合わせることもある。電子イオン化法化学イオン化、法マトリックス支援レーザー脱離イオン化。法エレクトロスプレイイオン化法資料物質に何らかの作用を行って電荷を持たせる部位。目的に応じて EI 法、CI 法、FD 法、FAB 法、モルディ法、エシ法など様々な手法が開発されている。EI 法資料分子、あるいは原子に熱したフィラメントから放出される熱電子を衝突させることでイオン化する方法。主に一価の正イオンが生成するが、高イオンの生成も確認される。最も簡単なため気体資料のイオン化法として広く普及しているが、資料がフラグメンテーションしやすいため得られるマススペクトルは複雑になる。適用できる分子量範囲は1から1000ほど。CI 法何らかのガスをあらかじめ EI 法でイオン化しておき、ここに気体資料を導入することで、資料分子とあらかじめイオン化したガス分子の間で、電荷交換反応を起こし、イオン化する方法。EI 法に比べて、フラグメンテーションが起こりにくい。FD 法資料を、髭状電極に塗布し、これを加熱して電圧をかけることで、電極先端近傍に高電場を生じさせ、トンネル効果を利用してイオン化する。フラグメントが起こりにくいが、試料は揮発性があるものに限られる。ファブ法試料をマトリックスに混ぜ、ここに高速で中性原子を衝突させることでイオン化する方法。試料を気化する必要がないため、広範囲の物質に使用できる。適用できる分子量範囲は500から5000ほど。モルディ法試料をマトリックス中に混ぜて結晶を作り、これにレーザーを照射することでイオン化する方法である。タンパク質などの高分子化合物であっても安定にイオン化することができる。適用できる分子量範囲は1から100万ほど。エシポ主に LC、MS にて使用されるイオン化方法であり、大気圧イオン化法の一種である。試料を溶媒に溶かして、高電圧をかけたキャピラリーに導入、噴霧し、帯電液滴を形成させ、さらに、ここから溶媒分子を蒸発させることで、液滴表面の電荷が表面張力に打ち勝ち液滴が分裂する。これを繰り返していき、最終的にイオンを生成する方法である。モルディと同じく、高分子量化合物のイオン化に特に優れた特性を示す。キャピラリーをヒーターにより加熱し噴霧するアップシーポートは異なるが、市販の装置ではイオン下部の交換のみで本体は共用できる場合が多い。最もソフトなイオン化法の一つである。適用できる分子量範囲は200から100万ほど。アップシーポを主に LC、MS にて使用されるイオン化方法。400摂氏500度の高温加熱によって、試料溶液を強制的に気化させた後、コロナニードルの放電を利用してイオンを生成させる方法である。その名が示すように、大気圧下での CI であり、気化した溶媒が反応ガスの役割をする。S よりは、ハードなイオン化法で、フラグメントイオンが若干生成する。低極性中極性の化合物すなわち、純正クロマトグラフィーでの分離が適用されるような化合物のイオン化に適している。ICP 気体に高電圧をかけることによってプラズマ化させ、さらに高周波数の変動事情によってそのプラズマ内部に渦電流によるジュール熱を発生させることによって得られる高温のプラズマをイオン化法として利用する。金属単体の分析に使用。他にもペニングイオン化を利用したダート法や、基層試料にリチウムイオンを付着させるイオン、付着法などの方法が考案されている。磁場セクター型二重収束型余影極型、イオントラップ型飛行時間型イオン化された試料を分離する部位であり、m/z の近いピークを区別する能力と、測定可能質量範囲の2つの要素が重要である。要求される特性によって、磁場変更型、余影極型、イオントラップ型、飛行時間型、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型などの方法が使い分けられる。磁場セクター型イオンを磁場中に通し、その際に受けるローレンツ力による飛行経路の変化を利用する分析法である。二重収束型は磁場セクターと電場セクターを組み合わせて、イオンの速度収束と方向収束の両方を行わせるようにした質量分析系で、質量分解能が高い。十分な正確さで MDA 以下の計測値が得られるため、精密質量測定が可能。余影極型詳細は、余影極型質量分析系を、参照イオンを4本の電極内に通し、電極に高周波電圧を引火することで試料に、節動をかけ、目的とするイオンのみを通過させる分析法である。測定可能な質量範囲は m/z4000 程度まで。イオンビームが通過中に電圧を変化させることで、通過できるイオンの m/z が変化し、マススペクトルを得ることができる。小型で比較的安価であり、また高速操作ができるため LC、MS などに適している。一方、質量操作範囲が狭く、測定元素への干渉を引き起こし分解能もあまり良くないのが欠点である。イオントラップ型イオンを電極からなるトラップ質に保持し、この電位を変化させることで、選択的にイオンを放出することで分離を行う。比較的安価で、分解能も高いが、定量性の低さが欠点である。飛行時間型詳細は、飛行時間質量分析系を参照イオン化した資料をパルス的に加速し、検出器に到達するまでの時間差を検出する。すなわち、イオンが受け取るエネルギーは、電荷量が等しければ一定であるため、m/z が大きいものほど、飛行速度が遅くなり、検出器に到達するまで時間がかかる。この時間差を検出することで質量を割り出すことができる。原理上測定可能な質量範囲に制限がなく、また高感度である。フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型イオンを静電場と静磁場のかかったセルに導入し、イオン運動を励起するための高周波電圧を引火して、イオンの周回周期を検出し、サイクロトロン条件から質量を算出するものである。極めて高分解能でありミリマス測定が可能であるが、価格が高い。加速器質量分析加速器を利用し、物質を通過する際のエネルギー損失率の差などを利用して、同渋滞などを除去し、特定の原子のみを計測するものである。考古学での炭素年代測定などに利用される。加速器を利用するため、非常に大掛かりな装置となる。タンデム型蒸気の分析法を複数組み合わせる方法である。まず第一の質量分離部で、特定のイオンだけを取り出し、これを何らかの手段で解列させ、生じたフラグメントイオンを第2の質量分離部で分析する。イオントラップと FTI クアは単一の装置でこのフラグメントイオンの分析が可能である。資料が混合物の時や生体分子の構造解析などに利用される。一般に MS と呼び表す。分析部で選別されたイオンを電子増倍管やマイクロチャンネルプレートで増管して検出する。ファラデーカップで検出してカウントする形式もある。増倍管の数により単一チャネル検出器あるいはマルチチャネル検出器と呼称される。ペプチド混合物の質量分析結果の例へ得られたデータからマススペクトルを作成する。また、多くの化合物については、マススペクトルのデータベースが作成されており、これと比較することで容易に資料の同定ができるようになっている。ありがとうございます。